タラ鉱山は、秋田県山本郡藤里町大和タラにあった鉱山である。藤里町の中心部、藤琴から北に、約13キロメートル、藤琴川の最北端、七枚沢との合流地点に、位置する。伝承によると、この地にいた族を、坂の上の田村麻呂が征伐した際に、族を平らげたということで、この地に、平らという名前をつけたと言われる。 坂の上の田村マロはこの地には来ておらず、単なる伝承である。タラ鉱山に関しては、平銀山という記述も見られる。また、水無しの記録によると太郎という人が、荒金口を見つけたため、最初は太郎鉱山と呼ばれたが、縁起を担ぐために一字を変えて、タラ鉱山としたとする伝承も残されている。江戸時代には、藤琴川下流の鹿山精連所で、 兄鉱山から採掘される鉱石から銅を精錬するために必須の鉛を主に生産した。タラ鉱山周辺の藤里駒ヶ岳や山外山、物見山などに無数の行動があった。菅江雅美も多数の行動があったことを記録している。杉原久志山の琴吹山随筆によると、ある説によると、富士琴銀山は今の平苑山である。 この山の古名は、太郎と言い,い、着子を太郎というように、最初の鉱山だからである。秋田領での解所のためだろうか。文英年間の解散であるという。後年、太郎と太良が同じく、太良と書かれ、そこで恩君が混乱して、太良を、太と読み間違い、故障が失われ平山と呼び、天津さえ太の字を書いて、大とすることになったというとある。故障の変遷は、 太郎、平、太郎と変化していったものと考えられる。太郎橋からの太良鉱山跡地最初に記録が残された、当時、藤子と村一帯は、梅津正影の大館所であった。梅津正影日記の1616 16年12月13日の、上に、1613年から慶長19年に、かけての藤子と金山から算出された6000巻ほどの、鉛の記録がある。 これが記録に残る、この鉱山の所出である。慶長19年8月16日の城には、兄鉱山の開発によって石金の需要が急増し、兄鉱山内の石倉鉱山だけでは、不足して、藤士ことから石金を取り寄せるように指示したことを記録している。1625年7月4日の上には、院内銀山にも、 富士こと山の鉛が使用されたとする記録がある。同7月6日の記録には、藩で買い上げた鉛は、野城港から土崎港へ運ばれ、港目をつけて、小物川を登り、院内銀山に運ばれ、溶油や精錬に使われていたことがわかる。富士こと山は後に、タラ鉱山と改名し、生産を続けた。1775年に、 籠山ヤ製錬所が開設され、大量の鉛が輸送された。秋田藩内には、京和町境から角野立までの途中にある、津原山と、北秋田郡阿町にある土葬金山という、遠光山があった。しかし、反生の最後まで、大量の鉛を産出したのは、田良鉱山だけであった。菅江雅宮、船優邸、扇橋の記録から、 金星のタラ鉱山の輸送の様子が推定できる。タラ鉱山から、金沢集落間を、タンオット、牛馬による陸送、金沢集落から、下流部では、丸木船などの小型船による川下げ、川上げが主な輸送手段になっていた。物資の輸出の中心は鉛で、輸入品は、ミーチュ諸品などの生活に欠かせない、多種多様なものになっていた。明治六年には、 川船の石算数、選手、所有者が、藤子と村、五十国以下諸船所上控えに、記録されている。それによると、登録船数は二十層で、川船十五層、丸木船五層となっており、石算数は、すべて三国であった。昭和十年に、田良事業区に、森林鉄道が付設されており、関連して、田良鉱山は、大正八年に、旧山しているが、 この年に再開している。これは、森林鉄道の開通に合わせて再開したと見るべきで、ある。集落の規模は、甲府増担によれば1717 17年には234人、1770年には750人、1803年には403人、1806年には380人、1824年には450人、ほどとなっている。 1815年の秋田風土記では、金庫や七十県人五百口とある。1843年の潤県市の潤県時には、件数 125, 人数758であった。その内訳は支配人、手代役人医者が110人、中間、日雇い192、家大区9、ひなは、本番15人であった。 タラ鉱山共同墓地タラ鉱山の中心集落には、五番所、役人語や、門番所、すぐる条約書、職らなどの管理的機能、銅板、鉛床、銅山釜、鉛釜、本番単屋などの生産的機能、山の神堂、神明社、あたご社、念仏堂などの宗教的機能、その大量的機能、中間語や、敷季あなどの住宅で構成されていた。 流通的機能の資料はないものの料理書、歓楽書、日和会所などの歓楽的機能は一部、確認されている。平良鉱山絵図には五島所の東側の各種像を、作画濃いにした作画に念仏堂がある。この念仏堂は、江戸時代後期の絵図であることを考えると、方言案ではないかと考えられる。方言案は、藤琴村の儀峰山宝生寺の末寺と考えられる。 法原案の過去帳が、法正さに現在残されており、1772年から1925年までのものが残されている。墓所は、現在わずかにいくつかの墓碑を残すのみで廃墟になっている。毎年夏に墓地清掃、慰霊供養が実施されている。菅山隅は1802年3月12日、タラ鉱山を訪れた。 13日朝早く出かけると清錬所の多くの人が集まり作業を行い、女たちが作業家を歌っていた。当時、8 0八口と言われるほど多くの数の荒金口があり、山にも谷にも蜂の巣のように行動があることを記録している。15日タラ鉱山東方一里にある野筆鉱山に行こうと台所沢を登った。 八筆鉱山にも六百から七百もの荒金口がありここでも作業をする女性の声が水音と共に響いていた。四月八日、あたご山にある道に参る人々に混じって、マスミも川を渡り山をよじ登って、道を参拝した。ここには大銅年間のワニ口があったとするが、結びに持ち去られたとしている。この後、マスミは水なし沼を通り川を降り、 別の地区を探索した後、6月15日に再度、タラ鉱山を訪れる。18日わずかな足跡をたどり、藤琴川をさらに遡る。白石拓と、黒井沢の合流部から、万楽の沢を分け入り薬師山に登る。ここからは、多くの炭焼きの煙が見え、森吉山も望むことができた。船遊亭大橋は1843年8月15日に、 タラ鉱山を訪れた。その夜は十五夜の月見であった。宿の文吉殿の向かいの山の葉から月が出たのを見た。役宅でお座敷を務めたら、かすげ川で採れた鮎が、富士ごとから送られてきたというので、私もごちそうになった。十六日、十七日と三番、座敷工業をして、十八日にタラを出発した。 たらから半里ほど山奥にヤビツという鉱山がある。支配人は、成田慎一郎殿というそうだ。ヤビツにも来てくれと言われていたが、藤ことから、鹿山へ急いでいたので、ヤビツには行かなかった。この成田慎一郎殿というのは、近辺の鉱山の支配人等で、先祖は、成田義平殿と言って銅山に勤めて功績があり。 佐竹藩の親方様から住人物を下されたとのことだ。タラから参道で広崎までは九里ほどだという。三里ほど行くと、津軽と秋田の境に出るとのことだった。ありがとうございます。